野尻がちょっと前に出ている、全体的に前に出てきて9メートルラインのあたり、そこを割っていく大道特殊校、しなるシュート、カニダイキオーディフレッド、そして田代、この2人揃うと高いです。さあ帰ってきたボールを奪って吉田から川原で決めました。ディフェンスがいるというところですぐに判断、大道特殊校フェニックス東海複数の選手がアップを始めています。杉本の姿もあります。パンエンジャー割っていく、シュートブロックの上から打ちました。そしてパスを飛ばした東慎吾、また下抜いたシュート、東慎吾が決めて同点。校長の中村からカニ、そして佐藤海です。パッシブの国の手が上がっています。早くシュートに行かなければいけないところで打ったが、これはキーパーの前、跳ね返ったところ、琉球コラソンが取りました。フェニックス東海5人のディフェンスです。あと10秒、野尻打つ、決まりました。これで1点勝ち越し、30対29。吉田が戻っています。退場時間空けています。佐藤海決まりました。通海総海、非常に高さのあるチーム、昨シーズンより平均身長 1.5 メートル上。さあ最高峰堀田陽大止めました。バチンというナイスセーブ。上がりへ待機です。その上がりへからパスを回していく、上がりへパンエンジャー、上がりへに戻す、上から打つ、決まりました。キャプテンが決めて31対30、再び勝ち越し琉球コラソン。そしてバティ打ちましたが、これは決まっていません。さあ野尻ナイスセーブ、トモカネ。この試合はトモカネ、堀田、2人で守っている感じがします。2人とも良いセーブを見せる。スコット決まりました。31対31、再び同点。小沢決まりました。32対31とします。頼れる存在、小沢元樹。さあすぐ打つでしょうか。じりじりと互いに様子を見ている。スコットが持つ、しかしここは打たずに5秒を使い切って32対31でホーム大道特殊校フェニックス東海が勝ちました。序盤の打ち合いから拮抗する展開、そして後半追い上げられ、残り3分ほどでも、同点というところから勝ち切りました大道特殊校フェニックス東海です。